여러분 안녕하세요. 송필드입니다. 저는 지금 일본에 또 와 있는데요. 제가 이번에 일본까지 와가지고 이 준비한 컨텐츠들은 여태까지 보여드린 컨텐츠들이랑 조금 다른 느낌의 컨텐츠를 한번 준비해봤거든요. 제가 항상 이 스트릿이라는 문화 안에서 뭔가 스트릿 패션을 소개해드리는 그런 컨텐츠를 제작을 했었는데 이 스트릿, 서브컬처라는 거 안에는 꼭 패션뿐만 아니라 여러 가지 장르가 더 있단 말이에요. 근데 그러다가 불현듯 다른 장르에서 활동을 하고 계시는 크리에이터 분들이라든지 아티스트 분들은 옷을 어떻게 입는지 좀 궁금하더라고요. 그래서 뭔가 이 서브컬처 스트릿이 조금 더 앞서 나가고 있는 일본에 와서 그런 분들을 만나보면 어떨까 해가지고 이 컨텐츠를 준비하게 됐습니다. 여러 가지 장르가 있기는 하지만 한국에서도 최근에 수우파라는 방송 프로그램이 열리기도 했었고 케이팝이라든지 뭐 댄스 챌린지 이런 걸로 한국에서도 이런 댄스 부분, 스트릿 댄스에 관심이 좀 많이 높아졌다고 생각을 하게 됐어요. 그래서 일본에서 스트릿 댄스라는 분야에서 활동하고 계시는 아티스트님을 오늘 만나보러 갈 예정이거든요. 그러면 제가 빨리 준비해가지고 만나보러 가도록 하겠습니다. 자, 지금 인터뷰하러 가고 있는데 사실 제 채널에서 누군가를 이렇게 인터뷰하거나 소개해드린 적이 많이 없어가지고 저도 사실 지금 많이 떨리고 한국에서도 꽤나 이슈가 됐고 정말 많은 팬을 보유하신 분을 제가 지금 만나러 가고 있습니다. 아날로그 시대 사람이라가지고 질문할 거를 이렇게 많이 적어왔습니다. 미리 좀 여러분들에게 질문을 먼저 받을까 싶기도 했다는 그런 생각이 드네요. 여튼 어떻게 될지 모르겠지만 가서 인터뷰 한번 잘 해보고 오도록 하겠습니다. 아, 떨려라. 하이. 고니치와. 고니치와. 하지마시테. 또 일본어 で 撮影するのも 始めですから ちょっと減ったでも協力会協力お願いします簡単に自己紹介お願いします。はい、안녕하세요. 저희는 츠바키루입니다. リーダーのさやかです。 와. 안녕하세요. 사야카さんが 수우파する時 服を 40kg ぐらい 持ってきたという話を聞いて それすごいなと思って インタビュー お願いしました。 ありがとうございます。 今のルックも やばいですけど ちょっと紹介してお願いします。 OK です。 では これ中に着てるのは一応オールインワン つながってます。 でスカートはただ自分で好きなように履いただけです。 で、セラがちょっと背中が空いててちょっとセクシーかなって感じです。やっぱりなんかセクシーな感じが好きですかね。今日のルックでなんかポイントとかありますか？ポイント、やっぱ背中ですかね。やっぱ。はい。私もなんかスーパー感じでヒップホップの感じ。 可愛い。ありがとうございます。少しあとでスケジュールがあると聞きましたよね。その時に着る服を紹介してもいいですか？大丈夫です。あとのスケジュールは何のスケジュールですか？4月7日に椿でダンスのコンサートに出ます。それの衣装を、ああ、ちょっと見てていいですか？はい、持ってきました。 この衣装は一応スーパーのコンサートも年末にあったんですけど、その時に着てた衣装なんでちょっと汚い。いっぱい汗をかきました。これがトップだよね。はい、トップです。一応トップです。これはツバキルのなんかメガクルーっていう YouTube でも 下の衣装なんでめっちゃ汚いで、本当に汚いです。さやかさんがこんな感じのズボンをなんか好きですよね。はい、好きです。はい、露出がちょっと好きかも。これはベルトのところにもう一個着たりとかをしておりました。 팀으로 이렇게 공연을 해야 될 때 옷의 스타일을 조금 자기가 각자 지향하는 게 다르다 보니까 합의점을 못 찾을 수도 있잖아요. 그러면 그럴 때는 어떻게 해야 되는지 뭔가 에피소드 같은 게 있는지. 스파츠 자체가 もう過酷なんですよね。寝る時間も惜しいんで ミッション クリアしていってて、 K-POP ミッションの時が自分らで衣装を探さなくちゃいけないみたいになった時にネタが
途中で服をかぶるっていう振り付けが途中であって、それをできる服を探さなくちゃいけないっていうので、もうブワーってみんなで探しまくったんだけど、私はあの服はあんましいと思ったけど、もう時間がないから買いますねみたいな、ちょっと意見の食い違いは全然ありました。무조건큰옷으로가야되거든요뒤집으려면뭐이마와뭐好きなように色だけ決めて、みんなのスタイル好きなように着ようって今はなってます。혹시뭐빨강색으로맞추기로했는데튀어보이고싶어서혼자노랑색으로입고온사람은없었는지혹시아까って言ってたのに、めっちゃ白が多かった子とかはいます。あ、主人公に되고싶어가지고그런애가있었구나。역시。じゃあその時はどうしますか？もうその子の好きなものを一番着て、自分が可愛いをできた方が絶対輝けると思うので、もう、いいやいいや、あ、それでいきみたいな。ダメは絶対ないです。もうその人たちの、好きが一番できるのが一番いい。너무대인배인데나같은소인배는너일로와보라고너너지금뭐하는거냐고그럴텐데바로어약간지금답더라고바로그냥후다님은곤나후쿠오하드니키마스까아結構普段と似ているかと思います。これは普段でも着ていました。でもこれは着ない。さすがにこれは着れない。そうだよね。靴はなんか楽じゃないよね。あ、楽じゃない。あの踊る時に好きななんか靴ありますか？はい、あります。持ってきますか？じゃあこれもさっきまで履いてたから、ダンクだよね。ダンクかな。安いよね。あ、いや安いじゃない、なんか歩きやすい。歩きやすい、踊りやすい。ちょっと汚いけど。靴の中でなんか好きなブレンドはありますか？あ、だけどやっぱナイキ。踊りやすい。だよね。やっぱり。私ナイキが一番好きです。ナイキとジョーダンが。可愛い。あ。こうやっていっぱい用意してくれてたんですね。さやかさんはなんかストリートダンスも上手ですけど、ファッションスタイルがやばいですだよね。ストリートダンスにおけるファッションの重要性は何ですかな？はい、私はダンスイコールファッション。ああ、そうか。ダンスだけじゃなくてファッションも全部トータルでダンス、ファッション、なんか一緒と思っています。じゃあ、振り付けを作る時から一緒コンセプトが決まるですか？いや、振り付けとか曲をやっぱ先に聞きます。で、そっからイメージできたら衣装もしますけど、どっちかって言ったら先行は全然音楽とダンス。ああ、そうですよね。じゃあ韓国のストリートダンスのファッションと日本のストリートファッションの違いますは何ですかな？今はどうなんだろうな。日本人はあまり派手な人はちょっと少ない、シンプルが日本で、韓国はちゃんとステージアップされてて、ちゃんと衣装を着ている人が多い。ああ、そうかな。でもこれはシンプルじゃないよね。これは私は多分別だと思う。아 제가 생각하는 이제 스트릿 패션은 이제 힙합이라는 문화에서 시작된 패션 스타일이라고 저는 생각을 하는데, 그렇다면 스트릿 댄스는 무엇인지? その原点からで言ったら、 ストリートカルチャーっていうのが、言ったら1970年からで、 DJ、ブレイクダンス、グラフィティっていうのから始まっていって、そこに MC とかも合体されていって、なんかその歴史が作られたんて、ニューヨークからで貧困の子供たちのなんか遊ぶための、作るために、それが B ガールとか B ボーイとかなったっていう、そういうところからスタートしてるんで、なんか全てアメリカから黒人文化としてなんか流れてきてるって思っています。今のストリートカルチャーってやっぱ貧困な人たちがっていうのは、もう時代は変わっていると思っております。分かりやすくジャンルで言ったらストリートダンスって言うんですけど、ジャンルもすごい広すぎるので、なんか全然まとめれないなって思うのと、
日本人からしたらストリート、こういうスタジオで練習するんではなくて、外で窓ガラスに映る自分の姿で頑張ってやるとかが、私たちの高校生の時とかはストリートっていう風には言ってたんですけど、なんかすごい深すぎて難しいなってめっちゃ思います。なんか鏡じゃなくて窓に映った、自分たちを見ながら練習したっていうのがすごく感激して、저이런게좀필요하다고생각해요진짜로저는そういった部分がやっぱりちょっと必要じゃないかな、本当にそれは思います。じゃあ、ストリートダンスが日本でトップランナーで、理由は何だと思いますか？正直、日本がトップランナーとは思っていない。じゃあ、どこ？私はアメリカか韓国だと今思います。でもアメリカは맞는데日本にはなんかストリートダンスとか、ビーボイングとか、ビーガールとか、グレピティとか、DJ とかたくさんあるよね。でも韓国にはグレピティもビーガールもあんまりない、でスケートボードもあんまりないですよね。日本がなんかストリートやサブカルチャーがもっと進んでる思いますけど、理由が何と思いますか？私が思っていたそのトップランナーってとこの見ている場所が今多分孫ちゃんと違うかったと思います。で、B-boy とか B-girl とかはやっぱ日本人は強い、すごい。韓国人も絶対そうだと思うけど、なんか日本人はめっちゃ努力する人が多い。その茂木くんとかはもう一日ずっともうブレイクの練習をしてるっていうのも聞いたりとかもするから、やっぱ日本人はもうコツコツする人が多いと思うので、ストリートカルチャーにはちょっと強いのかなとも思います。私が言った部分はそのメディアとか K-POP とかの部分はやっぱ韓国はメディアがすごい、メディアがすごい強いだよね。今後の計画夢があるとしたら、何でしょうか？とりあえずずっと服のことを、言ってもらってたんで、本当は服のブランドを立ち上げたい、やりたい、ずっとやりたいって言っていて、それは一個もずっと目標で。なんかストリートダンスのために服？근데지금되게의외였던게향후계획을여쭤봤을때당연히댄스일거라생각했는데왜옷을선택한건지좀궁금해요저는아댄스는또사실이유가나또못알아댄스와뭐에이마데20년댄스를했대이때소20년고고생가라소소結構やりきった感はすごくあるくて、なので次はやったことのないことにトライしたいから、服は絶対やりたい。そうけど韓国のアーティストさんとかに振り付けをまだしたことがないから、ダンスに合うアーティストさんと巡り合えたらなともずっと思っている。제가그스트릿이라는장르를너무좋아하고거기에이런서브컬처같은거를어릴때부터좋아했어가지고사실스트릿패션뿐만아니라다른그런스트릿문화라든지서브컬처에서활동하시는분들은어떤옷을입고뭐이런게너무궁금했었는데오늘이렇게시간내주셔가지고이렇게소개해주셔서너무너무감사하고나중에브랜드런칭하신다면은그때제가꼭하나구입하는걸로옷이설령 X스몰 밖에없더라도제가꼭사는걸로하겠습니다 X스몰 을쓰지가なくても빅사이즈아리가토고자이마스아리가토고자이마스네여러분지금사야카님이랑인터뷰끝나고밥먹으러왔는데사실제가이렇게인터뷰를뭔가하는게처음이어가지고진짜많이긴장했었거든요근데사야카님이너무잘해주시고사야카님도저에게이렇게보여주려고이것저것막챙겨오시고옷이라든지지금스케줄이있으신데시간을내주신거란말이에요그래서너무감사했고사야카님에게제가진짜놀랐던부분이너무이런역사라든지그런거에대해서되게진지하게잘알고계시고뭔가저도모르는분야에어떤활동하시는아티스트가어떤생각을가지고어떻게활동하고계시고또어떤모습을즐겨있는지좀알수있었던시간인것같아가지고저도너무재밌었습니다
같아요. 그래서 여러분들도 뭔가 좀 이쪽 문화에 관심이 많으신 분들이 조금 재밌게 봐주시면 너무 좋을 것 같고, 뭐 이게 마지막일 수도 있겠지만 이런 스트릿 문화에 활동하고 계시는 분들은 더 많이 만날 수 있는 기회가 되시면 좋겠고, 다음 분은 또 어떤 분을 만나게 될지 많이 많이 기대해 주세요. 그럼 저는 마지막 맥주 광고 쓰도록 하겠습니다. 어, 저 잘 먹어.